こんにちは、マサです。金の上昇が止まりません。今日の金価格は9443円と、またまた最高値更新しました。昨日、ドル建て金価格が35ドルぐらい上昇したんです。そのきっかけは、昨日発表されたアメリカ経済の指標の悪化です。2月の製造業新規受注と、 求人件数です。求人件数は2021年以来の1000万件割れです。その結果、ドルが売られて金が買われたと、そういうことです。景気が悪くなると物価は下がりますから、利上げも終わりますよね。それでドルが売られたわけです。まだ不況の入り口に過ぎませんけど、 これからもっと景気は悪くなるはずです。なぜかというと、先月シリコンバレー銀行が経営破綻しましたけど、その結果信用収縮が起こる可能性があるからです。つまり銀行がお金を貸してくれないと、そうなると景気が悪くなりますよね。急速に悪くなるはずです。 住宅とか車を買いたくても、よっぽど信用力がないとお金を貸してくれないと、こうなる可能性が高いわけです。もちろん、景気が悪くならないと物価は下がっていきませんから、大不況じゃなければいいんですけどね。FRB は景気を悪くして物価を下げるために利上げをしているわけです。ですから、 そこそこの不況は仕方がないんです。大強行レベルの不況は困りますけどね。そこで今、政策金利を5.25%にしようか、据え置こうかって考えているわけです。今現在は、昨日の経済指標を受けて、5月の利上げはしない。これが58.9%になってます。 6割近くが据え置きを予想してます。そして0.25%の利上げをする。これが41.1%です。逆転しちゃいました。だからドルが売られて金が買われたわけです。現在の金融危機がどこまで行くかわかりませんけど、またどこかでぶり返すような気がします。 そうなると、金価格はもっと上昇していきます。スイス中央銀行の副総裁が言ってましたけど、もし UBS がクレディスイスを買収していなかったら、クレディスイスは破綻していたと、その結果、大きな金融危機が起こったと言ってます。ですから、どこかが破綻すると、あっという間に金融危機が来ます。 金曜日の夕方仕掛けられて土日は銀行は閉まってますよね。こういうパターンになるかもしれませんね。もし金融危機が来るんだったらグレートリセットが来るんだったらね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。